さあ、えー、ワンロードワンストック第11回大会、実況博ハピアンハフトローがお送りします。今回は、えー、第2期です。第2期にとなりました、ワンロードワンストック。まず、前哨戦 PVP というのがあります、えー。ここで勝っていくことで順位を上げ、えー、ることができます。さあ、まずこ、こおっと、一気に何人かが落かさあ、そして、えー、っと、このもう殴り合い。 何が起こっているのかもうさっぱり分かりませんがさあしかしこの44角にいる4人が生き残りました、えー、この前哨戦 PVP で、えー、今回はまあ総当たりなんですがその総当たりで順位が並んだ場合この前哨戦 PVP での順位が高かった方が優先されて順位が上がるという超数が並んだ場合はそうなるという仕様ですなのでこれも非常に大事な一戦です さあ、お互い殴り合いが始まりました。さあ、生き残っているのは、ユうアイ、インヌ、ゆゆうと、パンパース。さあ、この4人が生き残っております。さあ、若干ちょっと位置が変わったか、ユーえー、パンパースと、インヌさあ、この穴を掘ることが。さあ、ここでパンパースがユうアイのテイトリーに侵入してさ、さあ、ゆうあい落とされて、その後に、ゆうあい、いんぬ、でここはパンパースを落としていく。さあ、 1>, 1分が経過あとはこの <laughs> 孤島を作ります犬これは非常にもう有利あこれはさすがに勝てません犬が勝利これで犬が1位そして悠々トが2位さあこの総当たりにかなり有利な状況になりましたグループ B です まず出てきたのは、いきなり雄愛とタケさあ、優勝経験者同士のマッチになりました、いきなり。第1節、グループ B。さあ、タケ前回大会優勝です。第10回優勝のタケまずはこの守りを固めます。そして雄愛。えタケは前哨戦、そもそも不参加で不戦敗で、最下位の10位というところからのスタートです。 なのでここはやはり勝ってなんここは、えー、勝つことが大事になってきますトーナメントで勝つことが大事になってきますがさあそのあたりで勝つというのが重要になってきますがさあちょっと落とされかけたが大丈夫さあお互い後ろの手はしっかり落としております後ろはしっかり塞いでさあここからどうするかというこの一直線殴り合う お互い殴り合いますこの一本道しかしながら展開敵にはまだ動きがありませんさあ一分が経過さあ囲ってしっかり守りを固める竹あって落とされたさあここで一気に攻めていく竹ですが逆にカウンターを食らってしまった さあ生き残ったさあしかしながら生き残りますがここは間髪なく攻められる盾友愛が勝利しました友愛 vs ナメ一生知る同士なのでここは勝った方が有利にこの後進むことができますさあ登場 さあいきなりこの殴り合いでここはお互い落ちましたが先に落ちてるのはナメナメが先にこれはやられましたインヌと生産カリさあインヌと生産カリ先ほどは生産カリ出場しておりませんでしたので第一節ぶりの登場ですがさあインヌがこの周りさあ生産カリ相手に勝利しましたインヌ。 まさかの生産カリ相手に勝利優勝4回の生産カリを倒しました <laughs> まず出てくるのは悠々とそして熊の子いっぱい同士ですさあお互いがいっぱいしているのでおーっとちょっと悠々とこれはだーっとどうしたことか悠々となんと自ら自滅してしまいました 熊の子はこ、生産カリ VS パンパース。い一勝ぱ敗です、両者。さあ、パンパース、生産カリに勝つことができるか。さあ、横に行く。横に行きます。初めて今回、横を使って、さあ、パンパースを落とします。さあ、パンパース、これは意表をつかれた。生産カリがし、横を使って、勝利していきました。第2試合、熊の子と U.I 1> 熊の子1勝1敗、UI2 勝。さあ、熊の子はここ勝っておきたい。UI はここ勝っておいたら、もうグループ突破かなり大きな勝利になります。これもまた大きな勝利。さあ、熊の子、下に追い払いましたが、さあ、ここは一気に前に出てきてさあ、この殴り合い。あっと、ここ落とされと UI。UI 耐えられません。熊の子、勝利。 インヌとパンパス。さあ、今、全勝ですインヌ、ヌそしてパンパス。落ちてきました。さあ。さあ、ちょっとパンパス危ないぞ、それは <laughs>。さあ、パンパス、かなりリスキーなことをしているが大丈夫か <laughs>。さあ、ちょっとこれは計算を見誤ったか <laughs>。さあ、ちょっと計算を見誤っているパンパス <laughs>。さあ、もうこれはちょっと一回戻る。一回攻めるしかない。ああ、ただ、おお、ヌが。 果敢に攻めてさ、両者落ちて、これはかなり際どいがさ、ほぼ同時です。どっちが勝ったか。さあ、両者、もうほとんど同じ。さあ、これはもうほとんど同じですが、しっかり判定はつきます。さあ、これはパンパースが先に死んだ判定になりました。勝者、インヌ。この4人となりました。さあ、そのグループ A の1位。 そして B の2が当たります。インヌと UI。さあ、グループ戦では全勝しました。インヌ。さあ、UI いきなり攻めてくるが、さあ、おっと、インヌ落とされてしまう。あーっと、インヌ落とされました。4連勝の後は、あっけない敗北になってしまいました、インヌ。UI 決勝進出。もう一人の決勝を、進出者を決める戦い。 舐めと生産狩りさあスタートいきなりここは敷居を作る生産狩りこの間から殴ります斜めさあここは落とすさあ斜め落として 生産カリがさ、また、これ来ますが、おっと、生産カリを落とした。ナメが一瞬の隙をついて、生産カリを落として、決勝進出。2人の3位決定戦が行われます。さあ、登場。 まずは下に着く生産狩りですがさあ一気に攻めてきてさあ両者落ちたがさあここはもうとにかく殴りにいって勝ちましたそしたらこの2人友愛とナメさあ友愛勝ったら9大会ぶりの優勝2回目の優勝そしてナメ勝ったら初優勝さあお互いまず殴りにいく決勝戦ですがさあしかしながら押し切った友 合が勝ちました決勝戦一瞬の決着となりました第11回、えー、ワンド・ド・ワンストック優勝は UI ということになりましたさあ旧大会ぶり